人のテロメラーゼの RNA 要素中に存在するシュードノット構造。テロメラーゼ RNA とほぼ同一なシュードノットの立体構造。スティックモデルとバックボーンモデル。核塩基は A が黄、U が赤、C が青、G が緑色で示されている。1は EMO シュードノットは少なくとも2つのステムループ構造を含む拡散の二次構造で、一方のステムの片側が 他方のステムの間に位置している。シュードノットは1982年に株黄飯モザイクウイルスの RNA 中に初めて同定された。結び目に似た三次構造へ折りたたまれるが実際には結び目ではない。シュードノットの構造形態はコンテクスト依存性や延気体系性領域の重複のため計算生物学的手法による検出には適していない。 シュードノット中の塩基体形成パターンは入れ子状になっておらず、このことが標準的な動的計画法による RNA 配列中のシュードノットの存在予測をより困難なものにしている。動的計画法では塩基体形成したステムを同定するために再帰的なスコアリングシステムが用いられるため入れ子状になっていない塩基体はほとんど検出することができない。 確率文脈自由文法といった新たな手法もシュードノットを同様の問題を抱えている。そのため、マフォールドやプフォールドといったよく用いられる二次構造を予測手法では、クエリ配列中に存在するシュードノット構造を予測することはできず、二つのステムのうちより安定なものだけが同定される。動的計画法を用いて限られたクラスの シュードノットを同定することは可能であるが、これらの手法は網羅的ではなく、シュードノットを考慮しないアルゴリズムよりも配列調に応じた計算規模の増大が著しい。シュードノットを含む最小自由エネルギー構造の予測は NP 完全問題であることが示されている。いくつかの重要な生物学的過程がシュードノットを形成する RNA 分子に依存しており、 その多くは広範囲にわたる三次構造を有するものである。リボノクレアッツェ P のシュードノット領域はすべての進化の過程で最も保存されているエレメントの一つである。テロメラーゼ RNA のシュードノットはテロメラーゼ活性に重要である。いくつかのウイルスは宿主細胞に侵入するためにシュードノット構造を用いてトゥルナに似たモチーフを形成する。 シュードノットは一時配列上で、どのようにステムが交差するか、そして何度交差するかによって、多数のタイプが存在する。この違いによって、シュードノットは H、K、L、M 型へと分類されている。冒頭の図で示されている単純なテロメラーゼ P2 ビット、P3 は H 型のシュードノットである。RNA の二次構造は通常ドットと、ブラケットによる表記がなされ、 丸カッコはステムを形成する円基体をドットはループを表す。しかし、シュードノットではステムが他のステムによって分断されているため、異なるステムを表すために他のブラケットまたは文字を用いた表記の拡張が必要である。そのような場合、ステムの開始にはが外側から順番に用いられる。二つのテロメラージェのアラインメントを この表記法で示すと次のようになる。ドローイング1、くじいしーシーがぐク,ク,クーガーがーカゴクジェシが、アガコグクう50、アライン、1ワイも1ググかー,ークくークくぐくうがくうかシシしカいかかがこぐか47。テロメラーゼ RNA のシュードノットに通常存在するユーバルジが、シュードノットの安定性を増すために1ワイもでは、除かれている。ありがとうございます。